本日は海洋問題の専門家山田義子さんをお迎えしてこの問題について徹底解説していただきたいと思います最新ニュースによりますと乗客乗員が新型コロナウイルスに集団感染したクルーズ船ご存知ダイヤモンドプリンセスですが現在130人の方を超える感染が確認されており今なお乗客乗員およそ3700人が船内で足止めを余儀なくされているというこの問題これは日本政府が新型コロナウイルス 指定感染症に指定して水際対策で乗客乗員の上陸を制限しているためですが実は以前にですねこんなニュースがあったということなんですね、えー、ご覧いただきましょうどうぞはい、えー、博多港に寄港したクルーズ船から中国人男性が4人失踪しているという話題なんですね、えー、RKB ニュースの2月1日の報告なんですが これは中国政府が1月27日に団体の海外旅行を禁止する前のことでこの4人の男性は武漢市出身ではありませんこのニュースに隠された問題点がこちらになるんですねどうぞ、えー、今年の1月7日天津から来日した2人のが失踪そして1月18日今度は上海から来た2人が失踪しているということなんですが。が 1>, 1例目の発生が確認されていたのにもかかわらず対策が施されていなかったのではないかということなんですね。えー、新型コロナウイルスの問題は昨年12月から話題となっている中、はい、失踪事件が発生し把握していながら2度目が起きてしまったということで山田先生、これどういうふうに考えう海からの侵入の、えー、危うさの可能性というのは前から指摘されていて特にですあの韓国・プ山から対馬に、はい。 土日だと3000人ぐらい大量に入ってきたと、えー、もう全然税関も入管も検疫も対応できてない、えーえー、それは散々この番組でそういう話もしてきた、はい、指摘されてるのに改善されてないむしろさらにコロナウイルスが新型のコロナウイルスが発症していても、はい、それでも変えられない変えてこなかったとっいう問題意識が薄かった薄い。 もう本当に海から来る脅威に対してですね、えー、あまりにも今まで海に守られてきて、はい、意識が薄くなってしまって、はあはあ、当然、ですね、えー、で船はあの一度に大量のお客さんが入ってくの 今回も船1隻来ると3000人であのダイヤモンド・プリンセスも3000人でだから検疫全く追いつかないじゃないですか、はい、それが毎日毎日博多港なりにやってきて博多港というのがです、ね、今、一番あの外国人の受け入れの入国の多い港なんですねなのにそれなりの対応が取れてないしかもです、ね、あの中国から日本まで船だと定価で片道2万円なんですよ 低価値は見ますね、えー、ということは、元ダンピングして、も当然、1万円ぐらい払うと、日本に行けて、ういうことたった1万円で日本に行けて、えー、しかも日本の入管の入管ガスかすかやから、はい、もうそこでひょいっと日本に入ってきて、そのまま密入国も簡単ということだね、はいはい、つまり1万円、極端なこと言うと、たった1万円ちょっとで日本に密入国が可能な、えーはい しかもその途中の混乱さは全くないということですね、はいうん、で今、ですね、ええ、インバウンド、インバウンド行ってきて、街中、うん、どこの街行っても中国人に行ってもおかしくないので、一、うん、回入っちゃえば目立たないので、ええ、どこにでも消えられる、<の>なるほど、うん、しかもネットワークもいっぱいあるしね。このですねクルーズ船による失踪というのがどのくらい起こっているのかということなんですが、例年ね、こういうデータが出ております。年、うん、年間で人これ2018年度 2年前ですねで全体の7割が山田先生おっしゃいましたが博多港というね九州博多港のある九州ということなんですが、ね、博多というのはねこれは1,000年前の話でもしらないけど元寇、えー、があった時にねモンゴル人と <laughs>、うんまあ、中国人でね、えー、それがまあ高麗人もったけどそれがその。 や日本上陸九州上陸を目指す,目指すこの地点が博多湾なんですよね、えー、で博多湾以外でとなかなか上陸できないその断崖絶壁とかあるんでね、はい、だから博多湾が一番上陸戦だから1 0 0年前の鎌倉武士山はですね、えー、とにかく絶対に上陸させないと思って命がけで戦ったんですね特に二度目の原稿の時はですね、はい、そのその石類を築いて三十、はいえー、キロにわたってその高さ二メートルか三メートルの石類を築いて、はい、でまあ最初の原稿の時はまあ上陸を1 許してしまったんですが、二、えー、度目の時は、えー、鎌倉武士団はもう命がけで戦って、ついに一兵たりとも博多湾に上陸させなかったんですよね。えーえー、千年前はそうして、えー、鎌倉武士団が日本を守ったのに、えー、もう千年後博多湾からもう、えーえー ダダ入り、はい、もう、はい、どんどん上陸を許したるわけやね、この、えーえー、中国肺炎を、そのクルーズ船による失踪外国人が増加してしまった原因としてまあ考えられるものがこちらだというんですが、どうぞ。<music> えー、クルーズ船客を対象に、入国審査をのるそのようですね、簡略化した船舶観光上陸許可制度というのが5年前に導入されたということなんですが、これ、5年前ということは、安倍政権やこれ、えー、そうですね、はい、観光誘致を目的とした入国審査の簡略化を狙った失踪者が激増しているということなんですね、<ー>えー、この船舶観光上陸許可について、山田さんにご解説いただきたいと思いますが、その仕組みですね、こうなっております、どうぞ。 要は、ビザはいらない、訴訟不要、で来て、パスポート持っていれば、一応、一応、もの登録をしてもらえば、もう入っていいよと、顔写真もいらない、顔写真もいいらなもう簡単、これ、結局、インバウンドのですね、インバウンド、インバウンド、インバウンドの目標って質じゃなくて量なんですね、これ、ちょっとごめんなさい、ちょっとこの図分かりにくいですけど、この緑色と青色、どう違う何がどう違うの 一般的にやってきたあの飛行機で、観光、集団の観光、船の観光以外でやってきた場合には、一応、あの今、ビザの簡易制度っていうのは作られてるんですが、それは国によって違いますた、普通の日本に入ってくる場合は、この青色の方へね、はい、これだけのお、はい、いわゆる手,手続きが必要ということですね,、はい、ね、結構手続きありますね、<ー>これ。 えー、ところが一方でこの緑色の方は手続きはめっちゃ簡単やね、はいはい、これがその5年前に導入されたこれがまあそのお失踪者原因の失踪者の増加の原因、はあ、一因ではないかと要するにこの2015年に法改正がされて、はいえー、いわゆるクルーンで入ってくる場合は、はいえー、いわゆる、えーまあ、成田とか関空とか飛行機で入ってくるよりも ずっと簡単に日本に入れる。そうですね。はい。あのー、まあ、これ過渡期で、将来的には飛行航空機もみんな簡素化して。観測。こういうう <laughs> はい。 簡素していく流れの中で、えー、まあ船から始まってるっていうことなんですけど、えー、それは一度に大量のお客さんを受け入れることができる、えー、まあ飛行機のまあ何倍も人に受けられるので、えー、インバウンドの数字を狙ったために、えー、一気に書き入れようってことですよね。要するにそうやって中国人をたくさん日本に入れて、その中国人に日本でお金を落としてもらおうと、はいえー、これが要するに、えー、自然な流れというよりも、えー、政府が積極的に はいはい、そういうシステムをこしらえたということですね。これあのこれがあのかん土島が危うくなった一つの原因ですから。これがほんでかしかもできたのが2015年ですか。はい、私は全く知りませんでした。はい、というのはもう。はい つい5年前に安倍政権になってからこういうことが行われたんですね。そうです。あのインバウンド、も、えーまあ対外的なことを意識してどんどん観光客を受け入れていくんだという流れの中でこれがこ、ねえー。あかん当番組が始まったのもう5年前ですからね。はい、あ,あそうそうです。あのこの安保法制の騒ぎで一番あ,<ー>あの。 一番そうねだから安保法制で、一方でそういうことやりながら、裏でこんなことやっとったわけな、うんうんうん、裏と言いますか、そののねね一方であ船だとまあ多いとき3000人ぐらい一度に来るわけですよ、うんえー、そうしたら、すべての手続き、うん、間に合わないので、こ、うんえー、ういう簡素化したものになっていく、このそのね対策というか、やっぱり制度自体の撤廃しかないんですかね。あの 本来であれこれをですねなかなか一度決めたことを緩めるとなると、えー、これ、2国間の話なので、えーえー、中国だけじゃないんですけど、えー、それぞれの国との話の中で決められていることで、えー、どこの国だけを厳しくするというのは、なかなか難しいまあでも、顔写真もいらないっていうのはねあの、えー、一応あの、パスポートを持ってきますので、パスポートに貼られてるもの、えー、でも中国のパスポートなんか、も偽造偽造やり放題なの このようなです、ね、日本への入国問題に関連して日本では全く報じられないちょっとした騒ぎが中国のツイッターで起こっているということなんですがこれをちょっと紙芝居風にご紹介しましょうどうぞ新型コロナウイルスを指定感染症に指定すると、まあ、日本政府が発表しました、うん、これを受けてえ香港のフェニックステレビの記者がです、ね、日本の厚生労働省に問い合わせたところ 新型コロナウイルス感染者の外国人の医療費も日本政府が全額負担すると回答があったこれがソーシャルメディアに拡散されたということなんですねすると1万件以上のコメントで日本の医療は安全だし高度中国のとは比べられないなどの反応が殺到したとそこではい よし中国にいたらちょっと不安だからちょっくら日本に行ってコロナウイルスに感染してないかどうか確認してくるわ <laughs> なんか昔のラーメンマンみたいなう映ってますねチャイナドレスの、はいえー、これがあその拡散しているということなんですね中国のウェイボーでしたっけね。 うんえー、極端な例かもしれませんが、日本政府が新型コロナウイルスを指定感染症に指定したことで、まあ、外国人の方も含めて全額で検査と医療費がただになるそうで、あのー、これを番組スタッフが厚生労働省に問い合わせて確認したところ、やはり外国人全額ただということで、中国の医療が脆弱、これ、番組でも何度も指摘しましたが、日本政府の発表が中国で拡散され始めた今、日本の医療費問題にも発展しかねないということですね。あの中国の 基本的に今、産業界ですね経済界止まってるんですよ、全く動かない状況で、だ,ね、だったら日本に行ってたら、あの日本であの遊んでた方が安全じゃないか、<ー>清潔だし、もしもな,なんかあったら検査してくれるし、びゅんただし、みんなただ、だったら日本に行きますよね。<ー>むしろこれ まああの中国で本当に苦しんでる人たちは出られないわけですよ、うんえー、で富裕層がどちらかというとお金を持っている人たちが安全を守る、自分と身を守るために日本に来て、はい、中国のお金持ちのために日本の医療費が使われていく、えー、<laughs> すごい矛盾した、えー、許しがたいようなシステムになってしまってますあの日本ってある意味でね、変な言い方するけど、日本って今、中国の本当、もう植民地になりつつあるよね、都合のいいね。あ それ、えー、日本に行ったらもう何でも、ただつ,つまり中国ではないようなインフラが整備されてるんで、ねえー、その医療システムとか何でもね、の日本に行ったらすごい快適で、ええー、暮らしできるでとえと、ーえー、しかも棚入りやしねもう、もうほんで、しかも日本の制度はすごいいいで、中国人には優しい制度やでってと言うので、医療費ただって、どうなってんのよ、ね、もともと健康保険を悪用すると言いますか、えーえー、まあ日本に来て留学して保険。えーえー なればあの親戚中使えるみたいな、はいえー、あの判断指摘されてる、えー、さらにこれですからそこに加えて、ね、ですね、えー、今本当に日本が一番安全な国で、えーえー、そうすると定着し始めちゃいますよねいやだから本当に日本は植民地になるのこれね完全に、えーえー、この日本のインフラってね、えー、何回もこれよくいろんなとこ言うんですけど このインフラ、つまり日本はこの綺麗な街綺麗なビル、うん、でもう飛行機、それから電気それから水道、うん、下水道全部綺麗に整備されているで高速道路も、ね、で鉄道も<ー>でこれは誰が作ったか言ったら、私たちの、うん、父親、うん、あるいは私たちのおじいさん世代お,じいさんおばあさん世代がです、ねうん、貧しい中で、ね、一生懸命働いて。うん 一生懸命働いてててそして税金を納めて作ったわけ、うんうん、でそれは何か言ったら自分たちの子供、はい、あるいは自分たちの孫が、うん、いずれこういう日本で衛生ができるようにということでね、うん、一生懸命頑張って作った、うん、それをですね今今日外国人がたさ乗りしてね、うんえー、勝手にどんどんそれを使ってしかもそれを日本の政治家が一切こう、うん そういうい日本日本人のために作ったのも,<え>もうもういやいや、これがね、えー、グローバルなんだよ、これが人道主義なんだよ、ね<え>えー、日本人も韓国人も中国人もそんな境,<え>そんな境はないやないんやとみんな助けを入れ,入れてたらどうなるかというね,ね<え>日本、そんなにめちゃくちゃ豊かな国ちゃうんですよ、<え>アホみたいにめちゃくちゃ金ある国じゃないんですよ、もう日本、金もないしね。ああ のと,とはそういうような精神がだから今回、防護服を10万着送ったりとかねあるいはマスク120万枚しかないのにそのうち百100万枚を中国に送ったりとかねもう考え方おかしいやろ、もうこれ日本の戦後の,、ね、もうなあのいわゆるその人類みんな兄弟とかねこれがこの優しさやとかね、えー、あるいはこれはグローバルなんだよ国境がないんだよとかねあ、はい、ホなこと言うなちゅう話ですね。あの日本今日本にも この新型肺炎、ですね蔓延しているように感じてますけど基本的にはほとんどが今のダイヤモンド・プリンセスの中ですからこれはもともと海外要因で感染して国内には影響を与えないような形で今、我々の中で我慢していただいている実際に日本国内で発病した方の大半は中国の方じゃないですか。そそののの医療費や人たたたちが蔓延しめ 対策に日本の国費が投入されているわけです、えーうん、これって何もっと原油者負担ですよね普通、えーえー、ね持ってきたんだったら責任持ってくださいよ当たり前ですよね中国が中,中国大使館ね日中国大使館が何らかの声明なりねいや本来は中国が日本に防護服とマスクをは送らなあかんちゃうのすまん迷惑をかけたなと。 地元ですからね、大変やから、マスクを送るわ、あえて送るのが中国、これが本来の形やろ、でも中国、何してんねん、何送ってくれてね爆撃機送ってくれやねん、心配なのは、中国はですねあの武漢だけを封印して、武漢から出さなければいい、要は武漢を奪わせて山にしたわけですね、でも、昨の聞いた人たちは早めに逃げてしまって、そこからさらに日本にも来る、あの政権に関したら、もう武漢封鎖の情報がもうすでに漏れとって、あるいはその、まあ、 その前に一旦その国に帰ったりとかまあ勅説があったからそんなんで帰ってでその部下に戻らなかったらそんなの全部引き取ると500万人は逃げたんちゃうかっていう話もありますね,うすねまあこれ半分としても250万人ですからね逃げてます、えーうん、でそれが日本戦で今回のえなんつかプリンセス号ですか。はい ダイプリンセス私あれ乗る予定やったんですけど実はねああそうなんですか今予約してたこの船はいい船予約してたんですよどうなるか分からないけどまあそれはさておきこの船は今横浜で今ストップしてますけどこれ実は横浜に来る前に 沖縄に寄ってるんですね。で沖縄に寄って、この今足止めされてる三千人は。一旦沖縄に上陸するでしょう。大半は上陸したと考えられてます。これ変でしょ一旦ね、今、ええ、横浜沖で低圧性も。全然降りれない、降りる人たちがですね。そのちょっと前に。沖縄でみんな降りてるんですよね。ということは。沖縄に、まものすごい、まだから潜在的な感染者がいる可能性が高いんですよ。 そう考えるとねだから日本も沖縄から日本に来るなというようなことになってもおかしくないんですけどね。もう考えたくないですけどねねごめんこれもまた変な話よねつまりクルー戦の3000人をピシャッと足止めしてるこれだけ見たらすごいな日本もう上陸させない完璧な安全になるの上陸させないすごいな言うけどその裏で。 毎日中国から入ってるんですよ、今でも。変でしょ、それ、中国からまんままバま入ってるんですよ、でその大きな横浜の船だけがっちり押さえてね、なんかね、勘違いしてるんだと思うね、つまり、こう船がね、足運この、そこで、いや、こ小さな穴開いとるのに、その大穴、塞いやがんっちゃな穴、一生懸命塞いとるわけ。だからもう、日本政府ってね、バカじゃうかと思うね、これ。月の後半に 私那覇行ったんですよ、えー、でその時も中国ではこのウイルスの話になっていて、えー、でもかなりの旅行者が沖縄に入ってたんです、えー、でもマスクをしない中国人と、えー、あのコンビニもみんな日本人沖縄の方はマスクをしながら対応してる、えーえー、それぐらいリスクを感じてたの,あの,あの船は来て上陸していて2,000人が上陸していて実は今その中におそらく。 病気だった方もいらっしゃる。だから今沖縄。のリスクとあるので、うん、沖縄の方々に、じゃ、あどれだけ医療支援の体制を整えてるのか。たらマスクを送ってる場合じゃない。うん、防御服を売ってる場合じゃない。うんうん、考えなきゃいけないですね、えー、はいあの、ごめんね。あいえいえなんか呼びたい。ああ、いや、あの、メールをいただいた。よろしいですか。 はいえー、60代男性の視聴者の方からいただきました、あ失礼しました、60代、えー、性別はけかかてませんねクルーズ船等、クルーズ船等、海からの脅威がありますがあまりにも穴だらけの法律を何とかしてもらいたい、中国人の中には中国が危険だから日本に来た、ごめんなさいとインタビューに答えている中国人もいた、外国人にも全額ただが拡散されているので、ますます増加,が増加することを防いでもらいたい。あのー 今回ね、えー、まあ僕は虎ノ門ニュースで、もう前から言ってましたけどね、すで、えーえー、に私はもう2週間前から、虎ノ門ニュースで、日本政府に対してね、はいえー、中国人を全面ストップしろと。 観光客をね全面的に国を、ねはい、で実は私、これいつ、いつ自分でいつ言うたかなと思ってちょっと調べてみたんですよ、ツイッターで、えー、この私はね、1月22日に言ってるんですよは、はいえー、中国人の観光客を全面ストップしろと、はい、でこの1月22日はどういう日かということ、ですね中国が武漢を封鎖し突然封鎖した、その前の日なんですよ。はいえー もう武漢を封鎖する前の日にね、私みたいな何の情報もないですよ。情報もないけどね、これはやばいなと、今中国相当やばいなと、これはもう日本を封鎖せなあかんよって言うたんがその日なんですね。で、その翌日にもう武漢を封鎖ってね、もうとんでもないこの近代的な社会においてはこういうことはおそらく初めてないないかな、20世紀にいよ置いて、その街を1000万人の街を封鎖するなんていうことは、中国そのものはそのいわゆる中共が えー、自民共和国建国して以来70年で初めてやね、ね<え>このこと<ー>もうとんでもない事態や、ねうん、で、にもかかわらず、<え>武漢を封鎖したのが1月23日だけど、それそのその時にも日本政府は何にも動かなかったもんね、はい、一切動かなかった、はいね、ええー、その日、もうそこからいよいよ春節が入って、春<え>、えー、節の季節になって、中国からもう、ぼんぼん何十万人か入ってくると。<え>まあ 推計で70万人が入ってくるじゃないかと言われてその時でも一本は全くそれを。 封鎖するとか、制限するとか、一切しなかった確かその時き、芥田さん、言うべきでないかもしれないけど、来週あたりマスク不足になるかもしれへんよと、おっっししゃてまたね本当はね、こういうのは言うたら、煽ることなんで、要するに品薄を、なんていうか、後押することになるんだけど、本当は言うたらあかんやけど、地上波って絶対言うんいけど、トラロニュースの人には、ちょっとさっき言うとこ思って、マスクなくなるよって言ったら、現実そうなってその時に日本は、ですねアホみたいに厚生労働省とかあるんかいや、 水際作戦で止めるとかでね、どうやって水際作戦どうやって止めるのから、はい、そんなら、えー、入ってきた人たちに、<laughs> えー、発熱のある人は申告してください、えー、調べますんでっ、ね、て、誰が申告するんねそんなもんね、はい、アホやろ、これ、日本人とほんまアホやと思うわ、や日本人だけで、ね、日本の政府はアホやね、はあ、いや、僕ね、もう、はい、今回のコロナウイルスの対策で見てね、あの、まあのまはっきり言います、まあ、まあ、はっきり言いますわ、もう。あのいやもう うんうん、安倍政権はあかんね、うん、全然あかんね、うん、あの僕が今から言うとるようにもう政治家ていうのは、えー、もう平時は、ねえーえー、平和な時代の政治家ていうのはね、えー どんなほどもできんねんもう、はっきり言って僕でもできんねんうん。お医者さんもできるしね。もうどんなバカでもできんね政治家みたいなもん。だって、今までのマニュアルから、マニュアルあるし、官僚も全部できてるから、もういろんなシステムができてるからね。<ー>そんなややくせんでも、うん、えー、ちょっと困ったことだったら、全例見てくれ。官僚ここちゃんとやってくれたら。ほならちゃんとやるよね、官僚みんな。官、えーえー、は勉強できるしね。もう過去の資料とかデータを取って、あ、これはこうしたらいいんだ。ん。ところね。うん に全然のないこと、各50年、1回もなかったようなこと、そういう時に政治家の本当の凄さが出んねここはこうさなあかん、バシッとやる、でだから今回ね、もう申し訳ない、そう、申し訳ない言い方するけど、安倍さん、そこが見えたね、つまり、普通の政治家やったということやね。対外的な こととを考えるこの機会にですね入管制度、税関制度、しっかりと見直して、あの鎖国じゃないですけど、どこからでも入ってくるんではなくて、まあ今、地方の航空機構上や港がみんな外国のですね航路、みんな誘致していますけど、対応できないわけですよ、そうしたら病気も入ってくるし、覚醒剤も入ってくる、そういう中でやはりもっとしっかりと、今いつまでも海に守られてる国ではない。 もうグローバル化が進むインバウンド、インバウンドって外国からあのお金を持ち込むっていうんだったらしっかりと管理をした体制を取ってからではなかっいけないと、はい、今から、まあ、遅いかもしれないけど、はい、もう一回やり直して、はい、しっかりと窓口の整理、はい、とです、ね、やはりもっと入管の方のお給料を上げるとか研究の方のお給料を上げてもしっかりと対応していかなければいけないと。 この新型ウイルスが高齢者施設の中でも入ったりしたらですねあっという間に高齢者の方はみんな肺炎心配じゃないですかあの本当にあの守る体制そろそろしっかりしなきゃいけないと思いますねちなみにですね、北朝鮮から入ってくるじゃないですかあの船なんか流れ着いてきますね病原器だらけですよ飛沢着線で生き残ってる人は隠す えー、結核を持っていらっしゃる方、かなり入っているし、うん、まあ中に虫もいっぱいいるし、うん、そういうことを考えると、やはり水際対策っていいますけど、うん、本当にできてますか、えー、管理できてますかっていうことは考え直していただきたい。はい、そうういもうの全全部含めた安全保障ですからね実際ね政府は、うん 例えば12月からこの中国肺炎は現地で触れて触れてたらしいですね、はい、で僕ら耳に入ってきたのは1月入ってからです、まあ、実際には政府はもっと早くに気が付いてたと思うんですが<ー>で、実際に私が1月22日でも中国を覚悟で止めろと言ったぐらい、やっぱりその時には非常に危機意識が高かったですね、ただ残念ながら、私、ツイッターとかで一応やってるんですが、 その時点で、1月の27日ぐらいの時点で、もう中国からの韓国が全面手ぶろうって言ったまた、有名人といいますかね、そういうその影響のある人はほとんどいなかったですわ、ほん<ー>で、まあ、私とかあの、まあ、高須委員長ね、先週その電話で取材した高須委員長とか、ほんとあと2、3人ぐらいですね、ほんで、えー、僕とか一生懸命、高須委員長が言うとったら、うん、もうやっぱりツイッター上でね、煽るなと、うん、危険を煽るなと。<ー> 安全やと、うん、そんなん、何を言うとる、ね、お前はというのは、はい、その声がすごい高かったんですよ、えーでまあ、私はそれでよくこ,うこの番組で言ってたんですが、もうこれ、正常性バイアスが強いなと、<ー>えー、つまり人間というのは、これ、正常性バイアスというのは、災害時における心理学用語ですけどね、えー、つまり、えー、とんでもないこう危機的な状況が起こるとです、ね、人間はそれを受け入れたくないんですよ。 やっぱり日常生活はぶっ壊れてしまうような概念を受け入れたくない、はいで、そうなるとこう無意識に、全体的にです、ね、大したことではないと、本当はこのようなことだけど、100%認識しないで、何分の1かに圧縮して、そんな言うほど大したことないと思ってしまう、はい、その心理があるんですよ、はいで、これは正常性バイアスなんですが、はいえー、日本には特にこれが強いと言われているんですね、はいで、今回の対応を見ているとです、ね、メディア、はい、それから文化人、あるいは一般国民、はい、そして、 政治家も含めて、ものすごい政情勢バイアスがかかったと思ってるんですよ。今でもね、まだほんまに日本はとんでもないことに、そんなひどいことは起こらないだろうとみんな思ってると思うんですよ、本当はね。でもね、そらそうなったら嬉しい。そうなったときにな、よかったと言ったらええんですよ。でも実際のところはね、そこまで日本政府はシミュレーションしてるのかということですよ。例えばね、本当にこういうのがガーッあっ例えば今、クルーズ船が出るとってますよね。これ実際に えー、日本に入ってきてどん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 んこう感染者増えてきたら例えば、まあもうすぐプロ野球始まりますけど例えばドーム球場でね何万人もそのドーム球場って閉鎖空間ですよねそこに5万人も6万人押し込んで試合できるのかということですよね。これちょっとと危険と思いませ、ね、ん うん、例えば、えー、じゃあこれからその例えば日本におけるクル,ーズ船クルーズ船が日本に入ってきてそこで大量をた,たくさん乗せられるのかということもありますし、えー、いろいろ考えたら、ねうん、とにかく怖いんですよ、何から何まで。うん、で例えば、うんそうね、今、アメリカは中国からの観光業を全面ストップしてますね。はいはいうん で、えー、例えばこれはミクロレーションですね日本からの観光客ソファ、ねはいはいえーでね指定されちゃいました、ね、うん。でもし日本でこのまま、はいえー、感染者が増えってある程度あもし増えたらアメリカが日本を観光客に、はいはい、アメリカが日本からの入国をストップする可能性もありますね、はいはい、そうなってきたら経済的に選ぶとなりますよねで もっと怖いのは、じゃあ日本に相当増えたと、そうするとね、例えば横須賀のアメリカ基地、あるいは沖縄の米軍基地、これがですね、ちょっと日本危ないから、一旦米軍を引き上げるかというようなことも、これシミュレーション一つですけど、極端に言言ええばねないとはません米軍のご家族を帰国させるというような動きが出たら、これはもう確実にステップを上げてると、米軍は日本に対して。 感じるとというここなってきますでんれアメリカから見たらね日本は危機管理がなってないと見えると思うんですよ、つまりアメリカはもう中国の人をストップしてる、でもアメリカの同盟国、日本はどうや米軍基地もたくさんあると日本はどうや見てたらボンボン入れとると、なんじゃこの国と、アホやろうと。確かにね、中国から僕は一般民間人から適当なこと言いますよ。 中国から全面、韓国を全部ストップしろと。で、口で言うな、簡単や。でも、これ実際にやるのは本当大変、リスクもめっちゃ大きい。だって、そんなことしたら、例えば銀座でも、大阪の北新地でも、ごめんなさい、ナンバーのシーサーバーしてませんけど、もういろんな、やっぱりインパウントで食うとるような業者いっぱいある。例えば、デパートにしてもね。うん、それからもちろん、その、観光業界いっぱいあるから、そんなんが。 ううちどうしてくれんねんと例えば、中国に物を売ってる製造業者もあるわけで、うん、じゃあ、うちの商売上がったらどうしてくれんねんでで実際にそんなこと大きなマイナスになって、はい、あれ、例えばでもね GDP の1%って言うんですよね、うんえー、GDP の1%はたい、えー、5兆円ぐらい、はい、つまり中国からのインバウンド全部止めたら、まあ、少なくとも5兆円損するということですね、で、まあ、関連とか含めたらもうちょっと増えると思うんですけど、うん、じゃあそれ、そのリスクどうしてくれんねんって言われたら困りますよね、政府はやっぱり。うん で結局何にもなかったらほら、はい、やっぱり政府責任なのほら、はい、やっぱりもう俺いやらどうやって責任取るのか、はいはい、でもねその責任も含めて取るのが政治だと思うんですよ、はい、あのー今とこの船の問題に戻させていただくと、はい、ダイヤモンドプ,プリンセスにいるからまだ、はいうん、これよく英談なんだと思うんですね千二百え千2 0 0室ぐらいあるわけですよ、えー、であの 東京でこの数が降りてきて、街に散ったら、ですね帝国ホテルじゃ収まりきれないんです、ニュ仁タにでも1500室ぐらいですから、船だからこれができた、これは英断だったと思うんです、ただ、中にいる船員さんたちのことを考えると、かなりリスクを負いながら、これは一つ、ケースとして非常に貴重な、重要な体験であると。 上陸させてない、再入国をさせてないっていうことなんですね、これだけの方を、少なくとも今、100何人も回船している方は、うん、町に降ろさないで、うん、ちゃんと中で今、治るのを待っていただいているという状況なので、うん、船を使うという方法はです、ね、うん、一つ重要だと、これからの教訓としても、この船、イギリス船ですよね、うん、なんでイギリス船かっていうと、うん、イギリスはですね、あの EU 離脱の流れの中から地獄の船を持たなければいけないということで税制優遇をしてあのこの客船の中で働いている人たち100年間183か4かですねえ船の上で外国航路で働いているとあの所得税控除になるんですよ出てる間は外国扱いで免税なのでまあ実際には給料2倍もらってる感覚になるわけですね。それでエンンターテイメントの方なんか集めてただこれ 実際には有事の際には大輸送船になるんです海外のイギリス人を収容して母国に戻るための船なんです戦略的に考えて船というのはですねいろんな戦略的に意味持ってます日本もただこれ隔離してるだけじゃなくていろんな使い方があるあのこのぜひ百田さん機械あったら乗っていただきたいこれメド・イン・ジャパンのですねいい船なんですだから僕予約してたんですよ はも一回休んで <laughs> <laughs> これ、三菱重工のです長崎でちょっと経緯のる、これ、本当のこの船はの燃えちゃった船で、大体あの代わり急遽他の船を作って、そういう流れがある船なんですが、あと日本仕様になってるので、いい部屋、ウォシュレットもついてますんで、でも今回のこの一件でね、すべて払い戻しですってね,ね、大変な、それも大打撃ですよね、はい。よく割り切りましたね、えー。 ドライバリティまあ、ね、社長さんはね大体さあでもね不自由のねの同じこと繰り返すけど<角>そうやって触れはきちっとやったけど、うん、裏からいっぱい入ってるからね、うんうん、結局のところ そうですよね。<ー>改めて新型コロナウイルスから見える日本の海からの入国審査問題医療費の問題これからも動きがあればあ最新の情報をお伝えしてまいりますえということでえ火曜特集日本立て1本目は新型コロナウイルス問題から考える海からの入国審査の危うさと題してお届けいたしました2本目は番組後半でお伝えいたします山野先生ありがとうございました、えー、ここで視聴者の皆様には DHC テレビからのお知らせですお知らせあとももちろん火曜特集2本目お見逃しなくよろしくお願いします